北鉄加賀バス株式会社は石川県小松市に本社を置くバス事業者。北陸鉄道のバスグループの一社である路線バスと観光バスを運営している。小松バスと加賀温泉バスが2021年7月1日に合併して発足した。小松バスの旧社名はこや鉄道で1977年まで鉄道事業を行っていた。 廃止後の1977年6月に社名を小松バス株式会社に変更。以前は小松駅に隣接した場所に本社があったが、1996年頃の北陸鉄道からの大量路線移管による業務拡大に伴い、小松インターチェンジや小松空港に近い現在地に移転している。その他、第二種旅行業登録を受け、バスツアー、エクセルツアーを企画。 再興している他旅行代理店事業も行っていた。かつてはレンタカー事業を行っていたが事業から撤退した。加賀温泉バスは1993年12月9日に会社設立され、1994年3月31日に親会社の北陸鉄道よりより、加賀江沼地区の7路線、車両11台を譲り受けて事業開始したもの。 路線バスを譲り受け、加賀市内において営業。2021年7月1日、小松バスとの合併に伴い、社名を北鉄加賀バスに変更。旧加賀温泉バスの本社所在地は、北鉄加賀バスの加賀営業所となっている。2021年7月1日に、小松バスと加賀温泉バスが合併し、社名を北鉄加賀バスに変更し、本社を旧小松バス本社所在地に置いた。 また、同社を含む北陸鉄道グループの貸切営業、旅行事業は、北鉄金沢バスへ移管、集約された。なお、加賀温泉バスが、存続法人であるが、本社所在地、新会社社長は、小松バスを継承している。小松バス、加賀温泉バス北鉄加賀バス2021年6月30日までに、発売された旧、小松バス発行の回数券。 定期券等については、合併後以降は、北鉄カガバスでのみ利用可能となる。また、合併部となる2021年7月1日以降、北鉄シルバー定期券は、小松営業所路線でも利用可能になった。なお、北鉄カガバスでは合併後以降もいいかは利用できない。現在の運行路線の詳細は、北陸鉄道公式サイトの、北鉄カガバス路線図小松エリアを参照。 空港連絡線空港線で使用される宇宙バス小町小松駅西口にある旧小松バスの乗り場2013年3月30日に電気バスを導入中部地方のバス事業者で初めて導入された愛称は宇宙バス小町でサイエンスヒルズ小松あるいは小松駅と小松空港を結んでいる車両は日のポンチョをベースとした電気バスで東京と羽村市 東京都墨田区で運行されているものと同形式となっている。一般路線小松バス時代の塗装、一般路線で使用される。太地はバス停以外で乗降できるフリー区間の奇襲点を表す。現在の運行路線の詳細は北陸鉄道公式サイトの北鉄かがバス路線塚かがエリアを参照。一般路線特急、急行市内循環線で使用される。 オレンジ小町2010年10月1日からは新しく青色とオレンジ色の2色のボディカラーを採用した日のポンチョ2台をコミュニティバス小町として運用しているバスにはボディカラーからそれぞれブルー小町とオレンジ小町という愛称が付けられている2020年4月1日から日本海観光バスに移管した小松バスから継承した車両は一般路線車 は切り車ともに、三菱不装及び、日野自動車の二車体制になっている。自社発注車両も多いが、一席車もある。カラーリングは白色をベースに、赤色のラインの入った名鉄カラーに近いデザインだったが、2001年から銀色をベースに、赤色のラインを用いたデザインを採用していた。また、新しいデザインからは、アルファベットの形を形取ったロゴマークを車両に使用。 加賀温泉バスから継承した車両で、保有メーカーは三菱不装トラックバス、日野自動車、急日産ディーゼルの3社で、車両数は18台と北陸鉄道のグループでは、最小となっている。なお、今後の車両デザインは未定となっている。小松バスに関するカテゴリー、ありがとうございます。